オトシカマガジン、ダウ、キューベースとロギックで迷っている人が確認すること。DTM で作曲を始めるために必要不可欠なダウソフト。さまざまなダウが販売されていますが、どれを選んだらいいのかと考えている方もいるでしょう。ダウ選びは求める機能によって変化しますし、決して安い買い物ではありません。失敗しないためにも、それぞれの機能をしっかり把握しておきたいですよね。今回は定番のダウ、キューベース、ロギックのどちらを購入しようか迷っている方が購入前に確認すべきことを解説していきます。対応 OS、 機能、価格。結論として、対応 OS、 機能、価格、この3点を確認して選ぶことで失敗することはないでしょう。まず、使っているマシンの OS に対応しているかが重要です。例として、キューベースの場合 Windows、 MacOS に対応していますが、ロギックは Windows 非対応です。 OS を確認した上で、 DAW に搭載されている機能に注目することも大切です。キューベースには3つのグレードが販売されていますが、下位モデルなどは機能の制限があります。必要な機能はどのグレードに搭載させているのかを確認し、価格と見合っているのかを考えなければなりません。ロギックプロ X、 アップル開発の DAW で、対応 OS は Mac のみです。 Mac に標準搭載されているガレージバンドの上位版になります。数ある DAW ソフトの中でも価格が安く、2万円ほどで手に入ってしまいます。 Mac OS 専用なので、 Apple 製品を使用している方は操作がシンプルで分かりやすいのでおすすめです。付属音源やループ音源も豊富なので、作曲初心者の方でも簡単に作曲することができます。ロギックは買い切りなので、アップグレード料金もかかりません。 Mac を持っていて低コストでプロレベルの DAW が欲しいという方は、ロギックを選んで損はないでしょう。キューベース、こちらの DAW はスタインバーグ社から販売されています。こちらは Windows、 MacOS に対応しています。数々のプロアーティストが愛用していて、ユーザー数はトップクラスです。キューベースにはプロ、アーティスト、エッセンシャルとグレードがあります。コードアシスト、コードトラックといった作曲支援機能が豊富なので、音楽理論が全くわからない方でも作曲が可能です。ロギックとの大きな違いは、最上位版のプロは価格が5万円以上します。アップグレードのたびに料金がかかるため、買い切りできるロギックに比べるとコストパフォーマンスは良くないです。しかし、コードの知識がない作曲初心者、使用ユーザーが多いので、不明点は調べればすぐに出てきます。初期費用はかかりますが、初心者でも買って失敗しない DAW と言えるでしょう。結局どちらがいいのか確認すべきことは、対応 OS、 機能、価格です。上記の項目から考えると、今から DTM を始めるのであれば、ロギックをおすすめします。これほど低コストでプロユースな DAW を購入できるのはロギックだけだからです。しかし、音楽理論や
知識があまりなくて作曲支援機能を使いたい方は少し値段は張りますが、キューベースが間違いないです。 DAW 選びは何を重視するかが大切です。それでも決められないという方は直感でいいと思ったものを買ってみるのがいいでしょう。続けていくうちに DAW を買い直す方もいますので、まずは使ってみることです。人間関係や恋愛も相手と関わってみないと良いところや悪いところも分かりませんよね。最高のパートナーとなる DAW に出会い、あなただけの曲を一緒に作っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。この記事を書いた人、アナザー、ナレーション吉成ゆい、おとしかマガジン、チャンネル登録よろしくね。